はい、えー、私ね、えー、今回コロナの、えー、状態になりました。<laughs> すいません。でもう治りかけてだいぶマシになってきてるんですけどね。うん。で、一つ言いたいことがね、ありまして、まあ先ほどからね、あのいくつか動画を上げてるんですけど、まあ何て言うんですかね、まあ、まあなんかちょっと僕喋るのが下手くそなんで、伝わったらでいいんですけど、 まあ世の中ってこうデジタル派というかそのアナログ派というか何でもかんでもねあのアプリで対応できたりなんかこうそういうね便利なものがあるのに調べるのがめんどくさいとかなんかこうよくわかるなっていうのがまあアナログ派なんですかねまあ伝わったらいいんですけどちょっとこれ僕の感覚で言ってるんですけどねで僕はどっちかといえばさっき言ったあのね アナログの方なんですよ。うん。まあ悪く言うと努力してないだけなんですけどね。うん。けどやっぱり僕みたいな人って絶対いるんですよ。結構ね。で、えー、今回何が言いたいかっていうと、コロナに対してなんですけど、あの、前によりね、比べてだいぶ良くなってるんですよ。いろんなことに対してね。治療とか対応とかよくはなってるんですけど、やっぱりね、一つ今回思ったのが、えっと、僕がね、今言ったように、 あの、努力せずにまだちゃんと調べてないだけで実はあるのかもしれないんですけど、あの、そのコロナ SOS とかいうところがあって、そこに電話したんですけどね。まあ、そこは24時間、あの、電話対応してくれて、あの、すごく便利でいいんですけど、いいんですけど、ナビダイヤルなんですよね。うん。で、ナビダイヤルっていうのもね、聞いたことあるんですけど、ちゃんと僕調べたことなくて、 もしやと思って調べてみたらあの今っていた大体なんかいろんな携帯会社があのうシステムしてますよ、ねうんまあどういう会社に対してでもまあそのかけほにしたかったらプラス料金は払わないいけないんですけどかけ放かけ放題っていう魅力はやっぱりもうどんだけ電話かけてももうね 基本のその設定された金額からお金は取りませんよっていうのが魅力じゃないですかでもそのナビダイヤルっていうのは関係ないらしいですあのその書き放題だろうがどういう状況だろうがもうとにかくお金はあの発生しますってえーと思ってであのー、僕が言いたいことわかりますかねうん あのフリーコールのね場所を作りなさいよと僕思うんですよ。うん、ねなんかなんて言うんですかね、あのシステムはよくしたりとかね、まあその、ねあの、あとよく国が言うのがね、えっ、ー、と、 コロナに対してもっと良くしていきたいとか、コロナはワクチンを打って、えっ、ー、と、コロナはマスクをして、お互いの気持ちを、ほんで、ね、えー、国民を守るためとか、まあ、要は我々の生活を良くする方向に、まあ、国が動いてくれてるわけなんですけど、だったらそこにもね、あの、ナビダイヤルじゃなくて、フリーコールの場所を作れよって、あ、フリーコールじゃんってと、フリーダイヤルねで、えー、私はまあ、 ひょっとしたらと思って、もう調べて、もうそれしかなかったから、もう分かりつつ、電話したんですけど、やっぱりその、なんていうんですかね、分からないままで電話かけまくってる人って中にはいると思うんですよ。で、それは1ヶ月後に絶対分かることなんですけど、明最初見たら、あれ何かけ放題か,か、あの、入ってるのはなんでこ,こんな料金みたいなになっちゃうことがあるので、あのー、ね、えー、っと、 気をつけてください、うん、私はもう、えー、個人で調べて個人で、えー、ともう理解しつつ電話しました。ね、でやっぱお金が発生するからなるべくこう短くしよう思ってもやっぱりね、えー、とこちらが思ってることをあちらに伝えるのにやっぱね僕が喋るのは下手くそな感覚ごめんなさいなんかもしれないですけどやっぱり15分20分、ね。ほんで 聞、えー、きたいことって一つじゃないじゃないですか薬のことほんで、えー、食べ物の配給、ね、ほんでまあ他のこともあってやっぱりねえっとまあ何ていうんですかねまあ何回かを合計するとやっぱりその2時間ぐらいはかけてるんちゃうかなと思いますうん2時間だと結構な金額ですよ おそらく、なんかね、20秒で10円って言ってたから、まあ、やっぱ結構なお金ですよね。だからやっぱりね、フリーダイヤル作りなさいよって僕思いますね。今お金に困ってる人かっているんだから、うん、そういうところにね、お金を使うべきだと思うんですよ。その、なんていうんですかね、あの、なんとか支給額とかね。うん、あれもいいことなんですよ。まあ あれも本当に困ってる人だけにあげたらいいのと本当にね <laughs>、えー、困ってる人に平均一律10万じゃなくてちゃんと調べてその人が60万いるならばその人に60万渡して。 ちょロンとの、なんていうんですかね、支給でいいんだったら、なんか3万とかね。で、その3万からの差額の、まあ、今回なんか10万かなんかまた出てない、ごめんなさい、出てたじゃないですか。ほんなその7万分を、本当にちゃんと調べて困った人に、その集中的に、まあ、今言った、例えば60万を上げるとかね、ちゃんと調べてね。うん。まあ、なんか見ましたよ、僕も動画をね。それをすると時間がかかるから。うーん。うん まあでもね本当にね、その、ナビダイヤルの人はね、毎回ね、ちゃんと丁寧に優しく答えてくれたから <laughs>、ね、まあ良かったとは思います。<laughs>